はい、今日は少し変わった腹筋のトレーニングを紹介します。このトレーニングは腹筋全体を鍛えることができ、上下左右の、腹筋の連動性、あとは身体の、柔軟性などが良くなっていきます。腹筋も同じトレーニングばかりだと、慣れてしまうので、少し違った、トレーニングをやることによって、さらに腹筋を強くすることができます。では実際にやっていきます。まず仰向けに寝て、股関節と膝関節を90度に曲げます。そして両腕はですね、横に広げます。でこの状態から腰を上げて横に移動させます。そしたら今度腰を下ろして、上半身を上げて上半身が横に移動します。こういう感じですね。腰上げて上半身上げて、上半身を上げるのが難しいので、初めは、両手で床をキュッと押して上半身を上げて横に移動させる。で、これを繰り返して横に何歩かしていきます。もう一回やります。はい、こんな感じになります。はい、次に、さっきのが簡単にできた人は、メディシンボールとかダンベルを持ってツイストを超えていきます。ツイストを超えるときは腰を上げて横に移動したときに、腰が移動した方にですね、ツイストします。で次に上半身が上がったときに反対にツイストをしていきます。はい、こんな感じになります。このトレーニングは、初めはすごく難しく感じるかもしれないですが、だんだんうまくやれるようになっていきます。ただお腹を鍛えるだけじゃなくて、うまく、体を、使うっていうことも、トレーニングになりますので、頑張って、やってみてください。